この学校での僕の役目は飯沼くん率いる不良軍団のいいおもちゃになること。幸いにも僕には友達がいる。大佐こと日野本勝、課長こと木島光太。世の中理不尽だ。え、大変だ。死んだじいちゃんから荷物が届いた。え、なんて書いてあるんだ。お前を助けてくれるだろう。あ、そういえばうちには大事にしてる家宝の巻物があるって言ってたな。中には陰陽師が使っていた術が書かれているとか。ああ、でもどうやって使うんだろう。ん？六道。お前、それ。我は陰陽の力を受け継ぎし者なるぞ。痛い目。ようよ。あ？そいつはやめとこうよ。ん？雑魚六道に弁当食わしてやろうぜ。今日はあいつらにしようよ。六道は昨日もやったしさ。ええー？女の子に助けられ。入ってまーす。あ、私椿。ごめん、もうあんなことしないから。嘘だろ、あの悪魔のような女が。謝った。何かが起きている。おい、気づいているか。え、問題はその振り返る女が全員悪女ってことだ。ちゃんと思い出せ、じいちゃんの言葉を。陰陽師たちの不思議な術はな、悪女だ。すみません。大丈夫か。誰にやられたんだ。あれは人間じゃねえ、あれは化け物だ。悪女にモテる術じゃ。なんだあいつは。俺が行こう。あの何？わお、私ひまわりランナー。しかとしてんじゃねえ。食べよう。六道くん、おはよう。やばい、またね六道くん。絶対的捕食者。おはよう六道くん。何があったのランナさん、怪我大丈夫なの。じゃあなんでそんなボロボロに。だって六道くんとの約束だから。ちゃんと約束守ってるよ。ちょっとトイレに行ってもいいですか。